こちらの写真、江越選手が新庄監督から熱心に指導を受けている場面です。新庄監督が江越選手のレギュラーを明言、このことについて掘り下げていきましょう。阪神タイガースからトレードで移籍した江越大が外野手29歳、長年期待され続けてきましたけれども、なかなか阪神で結果を残すことができず、トレードという形になりました。年齢的にも環境的にも来年が本当に大きなチャンスになっています。そんな江越選手に新庄監督が実質的なレギュラーを明言するというような形になりました。新庄監督のコメントを見てみましょう。新庄監督が2023年のシーズンの目標を掲げた時のコメントです。来年は3人ゴールデングラブ賞を取る、上川畑くん、あとは松本剛くんもあるし、磯畑くん、江越くんもということで、上川畑選手はショートですから、外野3人、松本剛選手、磯畑選手、江越選手を実質的に今の時点では3人レギュラーというふうに述べたような形になりました。もちろんゴールデングラブ賞を取るとなるとレギュラーを取っておかなければいけませんし、松本剛選手は首位打者でほぼレギュラーが確定ということで、あとは磯畑選手、江越選手が今のところは新庄監督の頭の中ではレギュラーという構想なのではないでしょうか。そんな新庄監督は江越選手の守備力というところについてどのように評価しているのか掘り下げて見ていきましょう。新庄監督の江越選手への守備への評価というところですと、入団の際に僕の現役時と同じぐらいの守備とスピードを持っているらしいというふうに評価しているわけですね。新庄選手の守備力というところは日本のプロ野球でもそうですし、メジャーリーグでもものすごく高く評価されました。加えて新庄監督は身体能力、江越選手はすごいものを持っていると、そして塁間であれば磯畑選手といい勝負ができるぐらいの脚力もあるというふうに語っているわけですね。もちろん守備となりますと、守備範囲を広げるというところでは足の速さというところはものすごく重要になってきますから、脚力も含めて江越選手の守備力を高く評価しています。加えて本人も入団時には守備と足では誰にも負けないようにするというふうに意気込んでおりまして、ゴールデングラブ賞を本当に取ってくれることを期待したいと思います。そんな守備走塁評価されている江越選手なんですけれども、新庄監督の指導で打撃も覚醒しております。江越選手の課題として、当たれば飛ぶけれどもなかなか当たらないというものがありました。ファームでも三振の数かなり多いですし、一軍では3年間ヒットが出ていないというような状況になっています。新庄監督は若い頃の新庄選手と比較した時に、新庄選手もボールを遠くに飛ばすことができるけれどもなかなかバットに当たらなかったと、今の江越選手と同じような悩みを抱えていたわけですね。そこでバットの芯にシンプルに当てる、思いっきり振るのではなく芯にしっかりとコンタクトしていく、そういったバッティングにしてから打率が上がったというふうに話しています。その頃のご自身と重ねて、今江越選手にホームラン禁止令というのを出して、とにかく振らないバッティング、セカンドゴロショートゴロで OK というふうな指導をされているわけですね。そんな指導によって江越選手の打撃は変わっていきまして、日ハム移籍後の成績見ていきましょう。ファイターズに移籍後、江越選手の最初の実戦の場としてフェニックスリーグがありました。バットを短く持って当てるようなバッティングでという改革をした初めての実戦ですね。そこでは19打数の3安打と結果を残すことができませんでした。しかし侍ジャパンの壮行戦では3打数1安打でツーベースヒットも放っています。ソフトバンクの石川投手、かなり実績のある投手から165キロの打球速度のツーベースを打ったということが話題になりました。その時もそんなに振ってないというような話があって、軽く当てたような意識でそれだけの打球が飛ばせたということを自信になったようです。そして実戦のバッティング練習では、一軍経験もある川野投手から場外ホームランを放ちました。そしてその後の実戦の打撃練習でも5打数3安打で三振なしと、アウトになった打席もセンターライナーを放つなど、かなりいい状態の打撃をキープしています。三振がなかったというところに関しましては、江越選手のこれまでの実戦と比べてもかなり変化した部分なのかなというふうになっておりまして、ファンの方々もかなり期待をしている状況です。そんな江越選手が外野で本当にレギュラーを取るために、どんな選手と戦っていかなければいけないのか、ライバルを見ていきましょう。
新庄監督の口から最も初めに名前が出た松本剛選手、首位打者ですし、まあ、ほぼレギュラーは確定というところでしょう。そして五十幡選手が2番目に名前が上がりました。3番目に江越選手の名前が上がったということは、おそらく新庄監督の頭の中では3番目の席にいるのが今江越選手ということだと思います。そんな江越選手のライバルとして名前が上がるのがこの3人です。今川優馬選手、2022年は2割2分7厘のホームラン10本、 OPS0.679。 浅間選手、2割3分2厘のホームランが4本、 OPS0.624。 そして万波選手が2割3厘ホームラン14本、 OPS0.629 という成績になっています。特に万波中正選手は新庄監督にパワーであったり身体能力を高く評価されていますから、江越選手の強力なライバルになってくると思います。加えてもう一人強力なライバルがいますので、その選手も見ていきましょう。もう一人江越選手の強力なライバルとしては矢沢宏太選手、ドラフト1位で指名された選手ではないでしょうか。日体大から指名されて二刀流選手としてもかなり話題を集めました。しかし新庄監督は投手ではなく三拍子揃った野手として特に期待しているというようなコメントを残しています。ピッチャーは投げるだけと、でも野手であれば投げる、走る、打つ、すべての矢沢選手のいいところを引き出せると。加えてピッチャーで通用しなかったら野手という転向だとなかなか時間もかかってしまう、だから野手として期待しているというようなコメントもありました。ドラフト1位ですし、新庄監督も期待しているという選手ですから、優先的に起用される可能性というところも十分あると思います。もし江越選手がなかなか結果が出せないということになると、矢沢選手にスイッチということもあるかもしれません。そんな江越選手に対してのファンの声というところも聞いてみましょう。今回の新庄監督のゴールデングラブ賞の発言に対してのファンの反応です。もちろん打てることが大前提にはなるよねというコメントが最も多かったですね。やっぱりどんなに守備が良くて足が速くても打てなければレギュラーとして通年出ることができませんから、そうなってくるとゴールデングラブ賞を取るということは難しいですからね。逆に言えば打撃さえ良ければフルで出られるポテンシャルは守備走塁の部分に関しては十分にあると、だからこそゴールデングラブ賞もかなり見えてくるというような意見も多かったですね。新庄監督が今回江越選手の名前出しましたけれども、やっぱり名前を出してもらえると選手も気合入ると思いますし、江越選手もゴールデングラブ賞を取ってやろうっていう気持ちになっているんじゃないかなと思います。そして阪神ファンの方も江越選手日ハム行っちゃったけれども本当に応援していると、阪神でなかなか芽が出なかったけれども覚醒してほしいという声も多く届いておりました。以上です。